ハローエブリワン、ブンティです。よろしくお願いします。今日は東京の、城南島海浜公園に来ています。で、今海釣りなんですけれども、奥にはスカイツリーも見えてすごく景色がいいところに来ています。で、私のような初心者でもできる釣りをですね、これから行っていきますので一緒に行きましょう。よろしくね。はい、今日使う道具です。まずこちらの重りです。この重りをつけて、海の底に行くようにしてあげるもの、重りですね。で、そしてこの猿管ですね。ハリスと、糸ですね。重りをつなげてあげるものですね。あとはハリス、針ですね、があります。この3つと、今日はルアー使わないで、餌として青い染めですね。青い染めを使っていきます。餌に使う青い染めはミミズの仲間です。海の中で生活していますけども、すごく強い匂いをしているのと、うねうね動いているので餌としては最適です。ルアーを使ってもいいんですが、ルアーよりこういった生きた餌の方が、まあ、いいかなというところで、今回採用しています。私自身がこういったうねうねしたものが好きというところもあります。はい、今日使う竿です。一般的な竿ですが、すごく使いやすいですね。当てます。で、一方は当然穴の中に通して、全部入っております。はい、これサルカンと重りがつないであります。今回ちょっと海の底が深いので重りを3つつけてます。でこの針に餌をつけてあげます。はい、今回初心者の釣りということなので、それに大事なことを3つだけ伝えておきます。まず1つが、干潮と満潮を確認をするということです。で、今日は満潮が4時頃ですね。今日は満潮が4時頃だったので、それの前後1、2時間に合わせて釣りをするようにっていうところで動いています。やっぱり満潮の方が、波も、海の流れも、しっかりとあるので、魚も活発に動いているというところが1つ目ですね。満潮と干潮の時間を把握しておくということです。で、2つ目が満月、新月の関係を把握しておくということです。満月、新月の時が一番月からの引力が強い時にもなるので、当然魚、波、海の流れというところも活発になっていくという現象が起こっています。なのでさ、できれば可能であればなんですけれども、満月と新月の関係性も、釣りをする時には調べておいた方がいいポイントの一つです。で、最後3つ目です。これが一番大事と言ってもいいかもしれませんが、結構海釣りですね、の時は寒いです。風も結構強かったりするので、必ず暖かい服装をですね、準備してください。釣りは寒さとの戦いというところもあるので、暖かい服装が絶対条件です。で、今の3つですね、干潮と満潮の時間を確認しておく。満潮の方が釣りやすいですね。満月、新月の関係を把握しておくですね。最後に暖かい服装を準備する、この3つです。釣ってる時の海の中のイメージです。今ちょっとルアーをつけてますが、実際は餌をつけてます。海の底に餌があって、ズリズリとズリズリズリと滑らしていくようなイメージですね。で、そこに魚がいれば行くと食べるという感じです。